皆さんこんにちは、ウィンドオーケストラリサウンドです。昨年に引き続き今年も卒業生枠として専属学園オンラインフェスティバル2022に出演させていただくことになりました。私たちは2016年に入学し、大和田正弘先生指導のもとフレッシュマンウィンドアンサンブル2016として4年間さまざまな活動をしてきました。そして卒業後も、社会人になり、今までのように集まることがなかなかできなくなりましたが、それでもまだみんなと大和田先生と一緒に音楽をしたいという強い思いで音楽監督に大和田先生を迎え、ウィンドオーケストラリサウンドとして再結成いたしました。まだまだコロナの影響を受けながらの活動ですが、本日このように演奏する場を設けていただけたことを私たち団員一同心から感謝いたします。今年も私たちと大和田先生の強い絆で結ばれた熱い演奏を画面越しでありますが、ぜひ楽しんでいってください。申し遅れましたが、私本日の司会進行いたします、ウィンドオーケストラリサウンド代表兼チューバ奏者の広野健太です。不慣れな司会ではありますが、精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。最初にお送りしました曲は神岡洋一作曲の行進曲秋空にでした。1976年の日本吹奏楽指導者協会の吹奏楽募集に応募して第1位に入選した作品でございます。モダンなリズムと軽やかなメロディーを持つ爽やかなマーチでしたね。作曲者のふるさとである高知市の秋空の情景がこのマーチを通して感じられたのではないでしょうか。それではお待たせいたしました。次にお送りします曲は三枝重明作曲のオーバーチュアファイブリングスです。この作品は1985年全日本吹奏楽コンクール課題曲として全日本吹奏楽連盟の委嘱により作曲されました。1984年に NHK で放送されていた時代劇宮本武蔵のための音楽を再構成し、吹奏楽用に編曲された楽曲です。そのためタイトルのファイブリングスは宮本武蔵が記した兵法書の五輪の書にちなんで付けられていると言われています。本日は私たちが生まれるだいぶ前の先生が学生の頃、大和田監督が学生の頃の課題曲をえりすぐりのものを選んできましたので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それではオーバーチャーファイブリングスお聴きください。
オーバーチャーファイブリングスいかがでしたでしょうか。宮本武蔵のヒロインおつーが吹く忍へ、通常の吹奏楽版ですとピッコロを用いるのですが、今回はピッコロ奏者の足立さんがわざわざ忍へを用意して演奏してくださいました。よかったら足立さん忍へ見せてください。カメラ寄れますでしょうか。この右手に、あ、皆さんから見て左手に持っているのが忍へで、下にある、下にある方がピッコロでございます。で、実はこれ指も全然違うみたいで、わざわざこの日のために練習してくれました。皆さんもう一回拍手をお願いします。さて、3曲目にお送りする曲は吉田峰明作曲の渚スコープです。この作品は1987年の全日本吹奏楽コンクールの課題曲として多くの奏者に演奏されてきました。1980年の課題曲といえば風門がとても有名ですね。あまりの有名さに渚スコープを知っている若者は結構少ないのではないでしょうか。渚スコープはその風門の陰に隠れていた超名曲なのです。他の課題曲にあまりない作風で、波を表すような木管の揺れ動くパッセージや課題曲では珍しいトロンボーンのソロなど、繊細な表現と綺麗な音色が要求される曲で、おそらく簡単には選べる課題曲ではなかったのではないでしょうか。ぜひリサウンドの渚スコープお楽しみください。
リサウンドの渚スコープいかがでしたでしょうか。この曲はぜひとも後世に引き継がれてほしい曲ですね。続いて4曲目にお送りする曲は内藤純一作曲の吹奏楽のためのインベンション第1番です。この作品は1983年の全日本吹奏楽課題、吹奏楽コンクール課題曲として選出されました。作曲者の内藤さんは宮城県南部の工業高校で教員を始め、そこで吹奏楽に出会ったとのことです。なんと学生時代は野球部とのことで、ずっと吹奏楽経験はなかったとのことでした。大学生の時にバルトークや十二音技法を勉強していたとのことで、中間部でのアルトサックスとホルンの絡み合いが印象的な曲ではありますが、当時の真面目な部員のためにわざわざ導入したソロだそうです。ぜひ先生と生徒の絆を想像しながらお聴きください。
いよいよ最後の曲となりました。最後にお送りする曲は長尾淳作曲の風陽の舞です。この曲は秋をテーマにした作品です。以前大和田先生がリサウンドの音には長尾さんの曲が合うんだろうなとお話しされていたのがきっかけで、今回のプログラムのメインとして取り入れることにしました。実はこの楽曲は大和田先生がとても好きな曲とのことで、私たちもワクワクしながらリハーサルを行ってきました。風陽とは真っ赤に紅葉した楓のことを指します。風陽の舞はまさにこれからの季節、秋を存分に感じながらお聴きいただけたらと思います。本日はコンクールエディションでお届けいたします。最後までウィンドオーケストラリサウンドの演奏をお聴きいただきまして本当にありがとうございました。今後もウィンドオーケストラリサウンドの活動を温かく見守っていただけましたら嬉しいです。それでは風陽の舞お楽しみください。
皆様、最後まで今日はご拝聴いただきまして誠にありがとうございます。あっという間のコンサートですね、配信というのは。ですが、世界とつながっているというこの真実は明らかなので、とても緊張しました。多分イギリスは朝6時ぐらいですか、東京は4時パリもね、6時ぐらいかな。あ、アメリカは夜中の2時3時ですねすごいことだと思うんです。こういう配信ライブというのは世界中が聴けるってことですよね。とても緊張しました。そして間違えてアルトサックスを持ってきましたあの、私は全然プロの指揮者じゃないんです。今までご挨拶もありました通り、水曜日総合区の、まあ、ここでのね、専属学園での授業をやらせていただいた時の素晴らしい先生方の後ろ姿をずっと見てきましたので、十何年もなんとなく何ですかね、これは。まあ、お勉強させていただきました。多分お怒りになっている先生方もいらっしゃると思います。社会人になったバンドですので、まあお仕事の関係上ほとんどに、リハーサルはできませんでした。それもコロナ禍。まあでも気持ちというものが通っていれば何かができるのかなという気が、音楽はします。長くなりますが、やっぱり前田ホールはいいホールです。久しぶりに立ちましたが緊張します。何せ楽器を持ってます。こうやって卒業生の皆さんに呼んでいただける私は本当に幸せなんだと思っております。その感謝と皆様のために一曲捧げたいと思います。曲はチャーリー・チャップリン、スマイルです。ミーシャや数々のアーティストが復興のためと困りゆくこの時世の中で歌われた有名な歌だと